いよいよ JYP のガールズグループオーディション番組ニジプロジェクトが始まりました。俺が期待してるのはあの JYPARK さんの面白い審査です。彼の日本語でどこまで伝えるのかそれは分かんないけどね。ニジプのレビューの前に SM から言い始めた韓流の3段階の説明を知っていこうと思ってます。1段階は韓国人のみのグループがイオン語で活動するビッグバン、BTS、エクソンとかね。2段階は日本人メンバーが入ってるグループ TWICE、IZONE、PLEASURE、 3段階は日本人メンバーのみのグループです。ニジプロジェクト、JO1 もこれになるよね。そして SM の中国グループ WAYSHON V。俺はさらに1段階の前に J-POP の雰囲気で曲を出してた0段階の時期もあったと思ってる。フォアとかカラとか5人時代の同胞心理とか、あの時の楽曲が本当に好きだったから、ニジプロジェクトも J-POP テイストで作ってほしいけど、世界中で勝負できることを目標に、世界で活躍する新たなボーイズグループを作る準備はできていますか。まあ、この言葉のせいで韓国でかなり反応が悪いです。なんかセルフでグローバルグループって言ってるからそれは嫌いらしい。 BTS が世界的に人気を取り始めたから K-POP ブランドを利用して一貫合作をするんじゃないかなって。その中でも一のファンの反応が一番やべえ。はぁ、一がデビューしたばっかりなのにも次のガイズグループ、はぁ、しかも名前が虹だって、はぁ、その次は三次かよ。虹って名前を作ったんだろう。ネガティブの反応に関しての俺の意見は、ヒップホップが黒人だけのものだったらこんなに世界的な人気にならなかったと思うし、エミネムとかポストマロンはむしろ、ビッグバンとか BTS も存在しなかったんだろう。今の K-POP ってもっと多様性がある方がいいんじゃないかなって。さて、ニジップが1話と2話が同時に公開されて、今回は2話まで一気に見られたからあんまり感じなかったと思うけど、放送時間がその半分になるなんてめっちゃ短くない？短いよね。でも今調べてみたら TWICE のデビュー番組も同じ長さだった。多分プデューに慣れてるからかな。ニチップって3時間とかだったからね。まあ日本テレビで放送する予定だから長くはできないんだろう。参加者の話をすると、合格者の見た目はなんか日本のアイドルのスタイルではなくて、ちょっと外国からモテそうなイメージの子が多かった。どんなコンセプトでデビューするかはまだわかんないけど、可愛いコンセプトではない気がするよね。実力的には JYP 練習生の2人が目立つよね。特にあの伝説のラッパの娘さん、あのラッパの名前がジドラ。うちの小学生の娘たちは AKB は大嫌いだけど、少女時代とかカラーは好きみたい。元から K-POP が好きだったことよりも、小学生が AKB が大嫌いって言ってるのが面白いよね。しかもこれ2011年のツイート、ヘビーローテーションの時代じゃん。好きにしてくれよ。他の練習生も可愛い子たちがいたけど、やっぱ何かダサいよね。どんどんアイドルっぽくなるのを見るのも楽しみだね。そして脱落者の映像がないことには、合格するかの緊張感は下がるけど、やっぱ放送時間が短いし受かった練習生に集中した方がいいんじゃないかなって。3次の審査に合格した26人、この26人でデビューグループを決めるかな。韓国とかアメリカの練習生も追加されるかな。それも気になるし、デビュー人数は7人かな。それも気になりますね。日本って7好きだからね。これから見せる JYPARK さんのリアクションも気になりますね。좀잘주겠다。혹시또있어요언니나동생이나뭐오빠나다데리고우리우리집으로오시면될것같아요。끝났어요？진짜흑인같아요。네맞아했다。そしてチャンネル登録したのかも気になりますね。よろしくお願いします。